ありがとうございました。以上で参考人のご意見の陳述は終わりました。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、足立正史君が委員を辞任され、その補欠として園田修光君が選任されました。これより参考人に対する質疑を行います。本日の質疑はあらかじめ質疑者を定めずに行います。まず各会派1名ずつ指名させていただき、その後は会派にかかわらずご発言いただけるよう整理してまいりたいと存じます。なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。また、質疑者にはその都度答弁者を明示していただくとともに、できるだけ多くの委員が発言の機会を得られますように、答弁を含めた時間がお一人10分以内となるようにご協力をお願いいたします。それでは質疑のある方は挙手をお願いいたします。自見花子君。